お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。さあ皆さん、メイク楽しめてますか？2024年に入りましてね、改めてこうちょっと久しぶりにおしゃべり動画を撮ってみようかななんて思っているんですけれども、やっぱりねこう日本の化粧品とか美容とかダイエットもそうですね、いろいろそういう市場がですね、もうコンプレックスビジネスみたいな感じで、コンプレックスを煽って不安にさせて購入させるみたいな感じがね、結構広告の打ち方とかそういう PR の仕方とかでね、用いられやすいものが結構多いなとか思ったりするんですよ。どうしてもね、そういうのが目に入るとこれじゃダメなんだとか、ああ私が好きなメイクって古いんだとかっていう感じで、すごくね自信をなくしやすい環境にいるわけですね、皆様。なのでメイク楽しめてますかっていう質問につながるわけでございますね。今回はね、まあそういうところでそんなの気にしなくていいよっていうね、そういうことをちょっと喋っていこうかなと思います。もちろんね、今回話すこんなの気にしなくていいんだよっていうものを、もうすでにね今自分がハマって楽しんでるんだっていう人は、楽しめてるっていうことはそれは日常に対してプラスになってることなので、すごくいいことだと思うんですよ。私が気にしなくていいよって伝えたいのは、それを気にするがあまりにメイクが楽しめなくなってつまんなくなったりとか、自分が何も似合わないとか、なんかそういう感じでマイナスになっちゃってる人に対して、気にしなくていいんだよ、だってこうだからねっていうのを喋る動画なので、楽しめてる人はね上手に楽しめてるんだと思うので、あんまり気にしないで、へえそうなんだみたいな感じで見ていただけたらなと思います。でね、ちょっとねこれは気にしなくていいよ、もうムシムシと思ってるものをね、今回ね3つご紹介していこうかなと思いますので、早速1つ目からやっていきたいなと思います。はい、まず1つ目、ブルベイエベでございます。聞かない日がないんじゃないかなというくらいよく聞くワードですね。まあブルーベイイエベにつながってパーソナルカラーもちょっとここに含まれるものにはなります。でブルーベースイエローベースでこういう色が合うんだよみたいな感じでパレットが売られてると思います。ブルーベイイエベっていうのは多分ねこう長年生きてる方でも、ここ最近本当にここ 5,6 年くらいで聞くようになったかなみたいな印象がないでしょうか。そう、流行り言葉なんですね、これっていうのは。流行り言葉っていうのはなぜ生まれるかっていうと、まあトレンドとかの流れもあるんですけど、売れるからです。はい、商業的な流行り言葉でございます。正直プロの目線から言って、モデルさんにメイクします、お客さんにメイクします、さーてブルベかイエベかなんて見ない、もう全然見ないです。まずはそもそも今回のメイクはどんな目的のメイクで、どう仕上げていくかなーから入ります。まず例えば秋冬用のメイクなのか、新婚さん向けのフレッシュで顔色がトーンアップするメイクなのかとかね、邪魔しないようにドレス合うようにとかね、そういうゴールからまず入るわけですね。でこのゴールをまず確認してから、このモデルさんとかお客さんのお顔を見て、じゃあこの方だったら肌色このくらいだから、こういう色合いでこういう付け方でいくとここに繋がるなーって考えながらメイクをするんですよ。なんでイエベブルベで決めるっていうのは、瞳の色とか肌色とか髪色とかが綺麗に見えるように、トーンアップして見えるようにするための色選びだったりするので、今日はなんか顔のトーンを明るく見せたいとか思う日はそういう色合い選びでいいかなと思うんですけど、やっぱりねそういう目的じゃない秋冬用の色を選ぶとか、なんかグリーンの服に合うものでとか、そういう風になった時はそれを全然気にせずに、肌色の明るさにとりあえず合う色を選ぶっていう感じに今なってくるので、一つの色の選び方っていうのがブルベイエベとかパーソナルカラーとかっていうものになるんだよっていう感じなんですよね。一つの色の選び方でしかないわけです。なんでそれだけで全てが分かるんだとか思っちゃうと、もう一生この狭い範囲の中だけで生きていくことになっちゃうんで、自分に合ってるって言われた色が好みじゃない可能性もありますよね。もうそしたらもうこの小さい幅で生きていくってなっても地獄でしかないですね。はい、楽しむためにねたくさん色があるのにね、わざと自分から狭めるっていうのがね診断系になるので、個人的にはあんまり好きではないんですけど、心理テスト感覚で楽しむ分にはいいかなと思ってます。でこのさっき言った肌色に合わせるってどういうこと、それがパーソナルカラー診断とかなんじゃないのみたいな感じになると思うんですけど、これっていうのは肌が白い人と日焼けしてる人で同じ色つけても違う色に発色しちゃうよっていうねところなんですよ。なんでゴールがこういう色に発色させたいけど、この人は日焼け肌だからこの人の肌色で、じゃあ例えばコーラルピンクに発色する色だったらこの色の方がちゃんとそういう色になるよね、だからこの色はこの人に合うよねっていう選び方、そういうね肌色の明るさに合わせるっていうことになります。肌
白い人だと日焼けしてる人よりも色が鮮やかに出たり、ちょっとこの濃いめに色が出ちゃったりするので、だからこうちょっとベージュ寄りに、よく私が言うのはこういう色がいいなと思ってるものの見た目に牛乳を混ぜたような色を想像してくださいって言うんですけど、ちょっとなんか白身が入ってる方がつけた時にそれが濃く乗ってくる、あの見えてくるような体質になるのでちょうどよくなるよっていう感じで、やっぱり肌の色の明るさによって目的の色に発色しないって言った方が合ってるかなと思いますね。で、なんでブルベイエベをそこまで気にしなくていいかっていうと、楽しむ分にはいいんですけど、ブルベイエベって黒人さんでもブルベイエベがあるし、白人さんでもブルベイエベがあるんですよ。で、別に日焼けしててもブルベイエベがあるので、ブルベだからピンクが合うとか、イエベだから絶対コーラルとか、そういうことはないんですよ。まずそのブルベイエベパーソナルカラーって基本的にカラーメイクをする前提の色選びになるので、カラーメイクしない日全然ありますよね。ベージュっぽいツヤ感だけ出してチークとリップで血色感出せば OK みたいな人いますよね。そういう人のためのメイクとかじゃないんですよ。カラフルになっちゃうんでね、顔が。なんでカラーメイクしたくないんだったらそもそもやらなくていいっていう感じかなっていう印象ですね。もちろんベージュの中でね、選んでくれる細かいパーソナルカラー診断とかであればいいんですけど、パーソナルカラー診断ってその布だったりとか、あとはその紙に書いてある色のがあってこう書いてあるリストだったりするので、その例えばアイシャドウのパールの質感とか透け感のある色とかラメとか、そういうのまで自分に合わせてくれるわけじゃないんですよ。どっちかっていうとこの質感の方が大事なので、そんなにパーソナルカラーとかイエベブルベとかでは完璧なメイク、自分の理想に合うメイクっていうのを探そうとするとできる方もいるとは思うんですけど、もうめちゃくちゃごく一部だと思います。やっぱり同じ色を使ってもかっこいいメイク、可愛いメイクできるっていうくらい、色だけじゃね本当にメイクって決まらないので、今そういうねブルベイエベとかパーソナルカラーにハマっているけれども、なんかしっくりこない、楽しめてないぞっていう人はこういう理由から気にしなくていいぜっていう感じになります。まあだからといって全否定してるわけじゃないですからね。やっぱりあれは心理テストみたいな感じで、へえそうなんだってやるのが楽しいわけですから、なので楽しめてる人は引き続きで楽しんでいただければなと思います。はい、そして2つ目、締め色は古いよ。アイラインを長く引くとか黒いなんて古いよ。こういう何々は古いよのワードでございます。よくネット記事とかで見ますよね、これはね。もうネット記事書いてる人なんてもうほんとしょうもない奴らばっかりだなって思います。いつも見ててね。もちろんね、前流行ってたものとか、聖子ちゃんカットを今してる人がいたら、あ、すごい年代っぽいメイクしてるとか、ヘアスタイルしてるとかね、思う可能性はあるんですけど、だからといって、それをやったからといって、何がダメなんっていう話でもあるんですよね。だって、考えてください。服のお店だって、いろんなジャンルがありますよね。カジュアルなところもあるし、ゴスロリのところだって常にあるし、ちょっとギャル味のある感じのブランドだってよくあるし、いろんな服屋さんがあるわけですよ、ジャンルとしてね。で、いろんなジャンルがあるのに、そのトレンドは今こうだからこれは古いよとか言ってたら、え、じゃあこのジャンルはもう存在しちゃいけないってことみたいなことになるんですよ。まずトレンドを楽しむのか、自分の好きなジャンルを楽しむのか、これでまず自分は今日はどっちで行くかっていうのを決めるみたいな感じにしておいた方がいいかなと思います。で、マックとかね、あと何、サンローランとか、うん、元々その濃いめとかかっこいいジャンルが好きな人もいれば、ジル・スチュワートみたいな可愛い感じが好きな人もいれば、スックさんとかでちょっとカラフルだけどナチュラルに楽しみますみたいな人もいたりとか、服と同じでメイクもいろんなメーカーとかでジャンルがありますよね。あんな感じで自分がどのジャンルを楽しむかっていうのは本当自由なわけなので、それ決められるものではないでございます。はい、なので自分が好きな濃さで楽しめばいいし、 TPO とかをね守りつつ、休みの日なんて自分が可愛いと思うメイクをすればいいわけですから、もう本当気にしないでほしいですね。古いとかはないです、まずね。まあ確かに年代物っぽいメイクに見えたりっていうね、その時に流行ってたっていうものをやった時に昭和っぽい感じになっちゃったりとかするっていうのがあるので、そこはその自分がどう見せたいかですね。今またレトロが流行ってたりするんで、逆に昭和感出したい人とかもいるので、そこは自分がどうしたいか、最近流行りの抜け感っぽい感じにしたいのになんか昭和感が出ると思ってるんだったら、それは自分の好みに合ってないんで変えた方がいいっていう感じになるっていうイメージです。はい。で、このトレンドっていうものがね、そもそも何なのかっていう話をちょっと軽く、もっと簡単にするんで飛ばさないでください、したいなと思います。トレンドっていうのはまあつまり流行りのことなんですけど、流行りっていうのはメディアから生まれる流行りとプロが作る流行り、これ2つ種類あります。
で、このプロが作る流行りっていうのは、いわゆるそのパリコレとか、ファッションのそのテイストが決まったり、パリコレもね、結構メイクはどういうテイストがじゃあ今年来るのかとか、そこからインスパイアされて、どんどんこう、巷に降りていくみたいな感じで、ハイファッションから降りてくるトレンドっていうのがまず一つあります。これはプロが決めるトレンドですね。プラスその、この年はどの色を流行らせるかみたいな、どの色で行くかっていうのは、ある期間が決めてたりとかするので、おもとの期間がね、2年前とかにもう決めちゃって、この色で行きますみたいな感じにするっていう流れになってるので、その消費というものがあるからこそ経済が回るわけで、そのずっと青色がトレンドですって言ってたら、もう青色買っちゃったからもういいやってなって、もう消費が進まないですよね。なんでまあ経済回すっていう意味でもトレンドが入れ替わってた方が、服も新しく買ってくれるし、化粧品も新しく買ってくれるしっていうことがまあ前提にはあると思うので、トレンドが入れ替わるっていうのはそういう目的も一つ入ってるよっていうのが一つ。パリコレとかね、そういうところからトレンドが降りてきて、マックなんかはこういうトレンドですよってご紹介してたりするので、なんかそういうのでこう分析するといいかなと思います。で、もう一つ、メディアで生まれるトレンド流行りっていうのは何なのかっていうと、みんなが見てるものの中から可愛いって思ったものが広がっていくっていうのがメディアから生まれるトレンドなわけなので、昔はですよ、もう本当に昔、ベティちゃんみたいな1930年代くらいのな髪型メイクみたいな、もう細眉でまつげバンバンでみたいなメイクっていうのとかって、あれはこう映画とかしかなかったような時代背景なわけですよね。映画とか白黒テレビとかですよね。そこからこう徐々にテレビが各世代に入るようになってくると、聖子ちゃんカットが流行るように、テレビの中に映ってるアイドルをみんな真似したりとか、まあ、アイドルだけじゃないと思いますよ、女優さんとかね、そういうのが可愛いと思って真似したりとかして、流行りがこうバーッと広がっていったりするわけです。なんでみんなが見てるものの中から広がっていくっていうのがメディアから生まれるトレンドなわけなので、昔から考えるとどんどんね、そのトレンドの種類ってのはね、増えてるわけです。映画しかなかった時代、テレビ白黒だった時代、テレビがカラーになった時代で、テレビがまだごく一部の家庭しかなかったところから、もっといろんな家庭に広がって流行っていく時代で、今に関してはもう SNS でめちゃくちゃいろんなジャンル見れますよね。ってなると、まずこのメディアから生まれるトレンドっていうのは計り知れないわけです。もうマイブームの世界でいろんなところでいろんなものが流行ってるわけですよ。なのでトレンドはもうこれですって言い切ることっていうのは結構難しい時代になってるかなと思います。まあプロが作るトレンドは、今年はこれがトレンドで来ていますって発表するものなので分かりやすくていいんですけど、でも SNS で流行ってるものってそれと全然こう一緒じゃないっていうことありますよね。なんで自分がね、可愛いと思ったものを取り入れるっていうのが一番こう今の時代に合っていて、健康的なトレンドの追い方なんじゃないかなと個人的には思ったりするところですね。まずはそのジャンルを、自分はこれが好きなんだっていうところに合わせて、自分が納得できる仕上がりだったらいいと思います。でもなんか自分の思ってるジャンルの雰囲気と違ってなんか違う感じになると思ってたら、ちょっとそれは見直すべきなのかなっていう感じで、人にそれ古いよとか、え、なんかそれ可愛くないとか言われたとて、あなたの好みですからっていう話になるというメンタルをまずつけましょう。まあ誰々がね、古いとか言ってもまあ気にしない、もうほんと気にしない、ああまあそういうジャンルもあるよねみたいな感じで、でも今のトレンドを楽しみたいなと思ったら、トレンドってこれなんだ、じゃあやってみようかなみたいな感じでやるっていうのはいいかなと思うんですけど、押し付けられるものではないよっていうね、そこを踏まえていただけたらなと思います。はい。まあどうしてもそのジャンル的に自分の周りにはこういうジャンルの人しかいなくて、自分のジャンルは浮いちゃうとかね、そういうのはある可能性はあるんですけど、何かね、こうそういうコミュニティで自分のジャンルと近い人たちとつながれる機会がね、あったらいいのかなと思いますね。なんで古いとかなんか変だよとかね言われても気にしないでください。はい。そして最後に SNS で、まあ見るときの注意点ですね。 SNS にあるベスコス、リピなし、買うべき、まあ、ランキング、 SNS じゃないけれどもレビューサイトのコメント、気にしないでください。これっていうのはもうあなたの感想ですよねの世界なわけですね。そうで、自分と好みが近い人のベスコスとかリピなしコスメとかっていうのを参考にするのはね、結構ね、まあいいかなと思うんですけど、一人の人だけを見ちゃうと、自分ともしかしたらこう相性がいいものなのに悪いコスメなんだろうみたいな感じで出会うきっかけをなくしてしまう可能性もあるので、いろんな方を見つつ自分と好みが合うなとか、表現の仕方が好きだなとかね、そういうのを見つけてから情報をちょっとずつ吸収するようにする。最初から何でもかんでも鵜呑みにしないっていうのがね、大事ですね。で、レビューサイトのレビューをなぜ気にしなくていいかっていうと、レビューしてる人ってプロがレビューしてる場合と、もう一般の
の人で自分の目的と合ってないコスメを買ってレビューしてる人と、勘違いして買ってる人ですね、となんかこう化粧品いっぱい持ってて、とりあえずいっぱい持ってるけどあんまり理解できてなくて、でも自分はめっちゃ知ってますみたいなモードに入ってる人と、もうほんといろいろいるわけですよ。でそのいろんな人がごちゃ混ぜになって喋ってるのがレビューサイトなので、基準が全くないわけですよ。なんで例えばディオールのこのフォーエバーフルイドグローファンデーションなんかは、ナチュラルな肌作りが好きで素肌っぽいのが好きな人からすると、わこれはね結構カバー力高めですね、しっかりなファンデーションですねっていう印象になります。逆に YouTuber さんで言ったらマリリンさんとかギュテさんみたいなパーフェクトな仕上がりが好きで、もうしっかり肌作りしてますっていう人からすると、ツヤもあってナチュラルめなファンデーションに入るかなと思います。カバー力はね適度にある程度に入るのかなという気がするんですけど、なんでまずねその基準値が違うことで表現の仕方が全然違うんですよ。ってなると、これはね全然ダメでしたよとか、いいコスメでしたよって言ってる人たちの基準がわからない限り、本当にそのコスメがどういう商品なのかっていうのは全くわからないんですよ。何も見えてこないです。だから私はレビューサイト見ないです。この人はこういう人でこういう好みでこういうの使うよね、ある程度メイクの知識もあるよねっていうのが分かってる人が喋ってたら、あなるほどそれめっちゃ良さそうですねとか自分でも想像がつくんですけど、あとはその人の好みも知ってたらね、あの人はこういうのが好きだからこっち系で、でなおかつそれでそういう風に喋ってんだろうなとか、そういうのが分かるのですっごい参考になるんですけど、そのやっぱりそういうのが何も見えない文字だけのレビューサイトを見ても何も参考にならないです。だから星が1にされてる2にされてる化粧品だとしても自分の好みには合うかもしれないというね、そういう可能性を常に感じていただきたいなと思います。逆に星5だから絶対自分にも合うとは思わないでほしいです。なのでリピなしとか絶対買うべきとかランキングとかね、ランキングとかも一番よくわかんない、家電だったらよくわかるけどね、化粧品のランキングはちょっと本当に好みだからよくわかんないんですけど、この辺とかに関しては楽しむ分にはいいです。この人はこれが好きなんだ、このランキングはわかる、これ私も好き、なんであれ入ってないのとか思いながら楽しんで見る分にはいいんですけど、それで失敗したくないと思ってる人は鵜呑みにしないで、気にしないでください。はい、じゃあ何を基準にしたらいいんだとか、どうしたらいいんだとか思っちゃうと思うんですけど、やっぱりね種類が多いのでしっかりと分析していくっていうのはもうそのくらい難しいということですね。なんでよく私のチャンネルでも言ってるのは、おすすめどれですかって聞かれても、あなたのその好みとかお顔出しとか肌色とかどうやって使うのかとか、こういろんな前提条件がないと、あそれならこれがおすすめですよって言えないんですよっていうね話をするんですよ、おすすめ聞かれた時はね。なんで本当その感じになります。なので自分の中で好みが合う方で、化粧品もこの人がいいって言ってたからちょっと使ってみようで試してみたものを、自分にとってはカバー力高すぎるように感じるとか、厚みが出て見えるとか、薄付きに見えるってなったら、まずそれが一つ一個自分の中で基準ができましたよね。あ、自分にとってはこれはすごく重く感じる、薄付きに感じるっていう基準ができたら、これと比べるとこうなんですよねって喋ってくれてるとか、 SNS で紹介してくれてるものを参考にしやすくなると思います、自分の中の基準ができるので。なんでそういうものを、ね、意識して情報収集していただけたら、いろんな情報に惑わされず、そういうものは気にせず、自分の中での合う化粧品っていうのが探しやすくなるんじゃないかなと思います。でもやっぱり一番はね、お店で自分でこうつけてみたりとか試してみるっていうのがね安心かなと思いますので、誰々が言ってたからで全部買っちゃうのが楽しい人はいいですよ、でもこう失敗したくないっていう人はね、しっかりと自分で分析するようにしてみていただければなと思います。その辺の冷静さもぜひ持ち合わせていただいて、2024年はお買い物の失敗がより少なくなって、もう化粧品も値上がりしてるから、もう本当お買い物の失敗なんてしたくないと思いますのでね、冷静なお買い物を、そしてメイクを楽しむというねお買い物をしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はこんなこと気にしないでっていうね3つのことについておしゃべりしながら、お買い物の時の注意点的なものもね一緒にお話をさせていただきました。もう本当にねこれはしつこく言っておかないとねいけないなっていうくらい、オンラインレッスンとかで、じゃあ化粧品ね何持ってるんですかとかって言いながら見せてもらった時に、もう本当に全然その人の好みの特徴に合ってないコスメばっかり手元にあったりすると、頑張ってちょっとでも使いましょうかってなったりするし、でも楽ちんに行きたくてこういうニーズだったらこっちの方がいいんで、ちょっと今日は新しいものをご紹介しますねみたいな感じになったりして、持ってるものを使いこなせないって超辛いじゃないですか。
なんでそうなる人が一人でも少なくなってほしいなと思いましてね、こういう動画を作ってみたのと、あとはもう何よりも誰々に古いって言われてとか、私のメイクなんてとか私なんてみたいになってる人が本当に多すぎるので、楽しむためにメイクしなきゃいけないのにね、メイクしなきゃいけないっていうか、そのメイクをせっかくするんだったら楽しまなきゃいけないじゃないですか。なんでもうそんなの気にしないで楽しんでいきましょうっていう、この2024年の初めにテンション上げていってほしいなと思いまして、今回の動画を撮ってみました。今回の動画が楽しかったなと思っていただけたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。高評価をしていただけると他の方のおすすめにも出やすくなりますので、よかったらご協力をよろしくお願いいたします。そしてメイクの相談がしたいなとか、メイクが迷走中だなっていう方は、オンラインレッスンや対面のレッスンでご相談を受け付けておりますので、気になる方は概要欄に貼ってあるホームページのリンクから詳細をチェックしてみてください。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。